南無アバナナ畑の北側の垣根の手前のタイベジタブルバナナの2本の苗を写していますが、ここはですね、この程度までは大きくなって、さらに大きくなって、出来兆候を見せても、その後ダメになったりして、なかなか結果が出ていない場所なんですね。でも世代交代、苗は出て、このように、トールナムはみたいに育ちますので、なんとかこの場にですね、慣れてもらえるようにと思って、ここの場所から移すことは考えてないんです。あと1、2年、来年、再来年にでも、結実して子孫株を増やして、ファミリーを構築してくれれば、そこで初めてこの場で育つという証になるわけなんですが、まだそこまで行ってないんですよ。出てくる苗を全部ですね、掘り上げて他の場所に移すという手はあるんですが、それではこの場ではタイベジタブルバナナの結実収穫を得ることがなくなって、この場を諦めるということになってしまいますが、私はタイベジタブルバナナだったら、歳月をかけて見守ってやれば、いずれその場で複数本立ちのファミリーを作って、結実収穫をもたらしてくれて、その場で世代交代が自然に繰り返されると思っているんです。あるいは信じているんですね。このタイベジタブルバナナ苗の体感越冬性の可能性を信じています。ですから余計なことはしないで、じーっと毎年見守っているんですね。人間だって子供でも転校して、なかなか馴染めないとか、大人でも転勤になって新しい環境になかなか馴染めないとかありますでしょ。私はその問題に関してはですね、アンデスの方で育った作物が欧米とか日本にまで流布して、その土地柄に対応した作物形態になっているということに着目して、バナナデザートバナナだってですね、長い歳月をかければそうなりうると信じています。このタイベジタブルバナナ苗はですね、他のそんじょそこらのバナナ苗よりも体感越冬性は強いですから、あと 1,2 年である程度の結果出してくれるかもしれないし、 2,3 年あるいは 3,4 年見守っていれば期待に応えてくれると信じていますけれどもね。